バカにして。どうしたの？撃たない。ほんとアマちゃんね、波動ルル。殺せるときにきっちり殺さなくてどうするの。ま、いいわ。これからルリお嬢ちゃんに世の中の厳しさってのをみっちり教えてあげるから。そう、そうよ、そう、その悲鳴よ、ルリお嬢ちゃん。そそられるわ。簡単に壊れちゃいやんよ。ちゃんと私を気持ちよくさせてね。さあ、どうやって可愛がってほしいかしら。痛い。何？甘い！あんたは？このクソ野郎、調子に乗りやがって。大十字クロ、ギリギリセーフってところだな。一人で立てるか。なったら巻き込まれないように下がっていてくれ。はい。大十字クロちゃん、来てたの？いやだわ。人の愛のセレモニーを邪魔するなんて野暮だ。てめえもアンチクロスか。あら、その様子だともうティティスちゃんに会ったみたい。た、あの子ったら敵を取り逃がすなんて何をやってるのかしら。もうそうよ、私はティベリウス。よろしくね、大十字ちゃん。
ところでクロちゃん、あたし実は結構ムカついてるの。せっかくこれからルリお嬢ちゃんとお楽しみになろうってところを邪魔されたわけだからさ、そういうのって良くないって思うの。やっぱね。来るぞ。何ですって？バルザイの円月とか、こいつはいいぜ。そいつは剣として優れているばかりではない。そもそもバルザイの円月刀とは、魔術的儀式を行う際に術の媒介として使用するもの。わかりやすく例えるならば魔法使いの杖だ。これがあれば誰の魔術を何倍にも増幅できる。至れり尽くせりってか。悪いな。てめえらのボスと戦った時に学習したんだよ。てめえら魔術師相手に躊躇しちゃいけねえって。油断しやがって。意外にやっけなかったな。
悪かったな、遅くなって。これでもう大丈夫だ。おいおいおい、大丈夫。大丈夫だから安心しろよ。そんなことあなたに言われるわよ。ありません。ああそうですか。そりゃ悪かった。どうかしたかな。いや、別に。じゃあ、早く安全な場所に避難しよう。その…いや…ごめん…和んでいる場合か。いや、和んでるわけじゃねえけどな。とにかく、早く動く。大長寺さん。やりますな。全く打ち込む隙が見当たりません。ですが、このまま睨み合っているのはあまりにも不毛。ここは私から行かせてもらいますか。木にトッカート参ります。
兄がです。お主には見えたはずだ。白い閃光。謝罪しよう。お主を侮っていたと。まさかこれほどの猛者と巡り会えるとはな。これならば拙者は戦いに身を焼くことができる。感謝する。戦士よ、礼を言われる筋合いなどありません。私は私の職務を忠実に果たすのに、この拳のすべてはルリお嬢様のため。その魂、我が故郷においては中途や。信念が支える肉体のなんと強靭なのか。本当に強い冥府魔道を行く我が身には得られぬ境地では。二刀流ですか。その汚れ、この二頭から繰り出す修羅の一撃、かわしきることができる。なんだ、私の持ち札は速度だけではありません。見せますよ、リングの外でもね。油断したわね、クロちゃん。誰？ようやくわかったかしら。その通り。私はね、節を手に入れたのよ。このデュエルミス・ミステリースの力でね。あばら骨返してもらうわ。こいつが入ってないとどうも身が引き締まらなくてね。この誰、よくも苦労を。
なーに、アルちゃんも私のお相手してくれるの？いいわ、美少女が二人最高じゃない。お嬢ちゃんもこっちにおる。やった！何？何なのこれ？肌がピチピチしてるわ。うん、焼けちゃう。痛い。こんなの嫌。何泣き言言ってんの。まだまだこれからじゃない。アルちゃんはちょっと待っていても、フリオ嬢ちゃんの方が先客だからさ。じゃあそろそろ本格的。いや。一生忘れられない思い出をあげる。加減にしろよ、フランシュタイン。あんたもしつっこいわね。正直めっちゃうざいわ。大十字黒。